皆さんこんにちは。今日はですね、6月25日の宇野塾通信をお送りしています。で、これは6月4日のエコノミストの記事を私なりに解説させていただきます。で、内容はトランプが G7 は更新する必要があるというのは、ただ更新G7 の中身を変えようと、メンバーを変えようという必要があるというのは正しいが、何のためにやるんだろうか。で、世界の主要課題をゆっくり回しているということで、まあいろいろ皆さん検討しているっていう、そういうタイトルですね。早速中身を見ていきたいと思います。で、これはですね、この背景はですね、この記事はG7 ってもソープオペラっていうか、要するにアメリカの昔のメロドラマと同じだと、通俗的なメロドラマと一緒だっていうことで、こういうこのテーマを言ってます。で、どういうことかっていうと、世界をリードしている本来 G7 かって G8 だったわけですけども、それがどうもそうじゃなくて、メンバーとしても見直さないといけないな、じゃあどういうふうに見直すんだろうと。で、トランプというのは中国をね外して自由主義国で対中国みたいな構造を考えているけども、じゃあ世界の全体の経済力を見た場合に中国を外していいんだろうかとか、そういうふうな話です。で、トランプが G7 じゃなくて G11 とか G12 考えてるけど、果たして追加で入れてくる国もトランプが思うように動くだろうかというふうな思惑がありますね。ですから、ここでは茶番だって言ってるんですね。要するに、いろいろやろうとしてもうまくまとまらないだろうと、そういうことですね。で、それをちょっと解説していこうと思います。で、アメリカが G7 の議長をする場になったのだが、連続メロドラマ、今言ったようなメロドラマようになってきた。どういうことかっていうと、いろんな参加者の思惑があってですね、例えばインドを新たに入れても、インドは本当にアメリカの味方をするんだろうかっていうと、そんなことないんですね。インドはもう今しっかり中国と貿易をやってて、中国なしでは彼らはうまく回らないぐらい、モディと習近平の関係が深まってですね、ですから中国の会社も中国に出資して、工場を作ったりですね、インドも中国に進出しようとしたり、そういうことをやったりしてるんですね。ロシアはロシアでもともと中国の弟分みたいなところがありますから、中国を排除しようといっても、その思惑通りロシアが動かないということですね。ですから、そのメンバーを入れようとしても、果たしてそういう入れようとした追加したメンバーがトランプの思惑通り動くかというと動かない。いや、かといって既存のメンバーの中でイギリスとかカナダとかフランスとかイタリアはトランプと思惑通り動くかというと、必ずしもそうじゃないということで、いろいろ乱れてこう絡んできて、その絡み合いで数が増えれば増えるほど、ますます混乱していくんだろうなというふうなことが、この記事もそうですけど、私もそう思います。で、本来6月10日から12日にですね、キャンプデービッドで予定したわけですけど、9月に延期したんですね。で、理由はメルケルがパンデミックのせいで来れないと言ってきたわけですね。ですけど、メルケルはそういう表向きの理由で、本当は27カ国のですね、EU のメンバーの意見を統一できなかったんですね。ちょうどこの時にですね、香港 の例の一国二制度に対する中国国家安全法をですね、香港に適用するっていうふうな話が出てきて、一国一制度にしようと中国が企んでいるんで、それに対してですね、EU の意見をまとめることができなかったわけですね。で、これはこの間も記事でお話しましたように、中国から投資が欲しいっていう、その中小国ですね、17カ国ありますけど、それはもう中国から投資が欲しい。それからギリシャとかイタリアみたいに中国にこうべったりの国もある。で、かといってドイツもですね、900億ドルもですね、中国と車ですね、取引してるんで、経済においてはもうしっかりがっちり組んでる。ただメルケルは今回の香港基本法に対しては明らかに反対なんですね。だからそういう意味ではその複雑な感情で、あとイギリスのジョンソンはですね、やっぱりもともと香港はイギリス領だったわけで、その1997年に吸収された時の香港に住んでる300万人はもし来たかったら全部300万人引き取るよっていうようなことも言ったりしてるんですね。ですから EU そのものがですね、同じ方向性で意見がまとまるかっていうと、まとまらないんですね。それとですね、あとトランプがオーストラリア、
インド、ロシア、韓国、オーストラリアはですね、これはアメリカに極めて忠実な国ですね。今回もその武漢の、ね、やつをきちんとやっぱりその原因を調べるってだけで中国から制裁を受けてですね、牛肉の輸入が止められたり、大麦の関税が 85% もかけられたりしてもですね、オーストラリアは中国に対して妥協しないという、そういうふうなスタンスを取ってますね。でそれからですね、まあ、インド、これインド今お話しました、ロシアもお話しましたように必ずしもですね、トランプの意向通り動かない。それが韓国です。韓国はどちらかというと、ちょっとあれですよね、今回パンデミックを非常にうまく収めたんですけども、アメリカと中国の間に狭間にあって、まあ、ある意味では中途半端な対応をしているっていう対応をしているんで、トランプが言っても韓国は果たして中国を意識してね、アメリカがつくかっていうと、どうでしょうかね、疑問に思いますね。日本はもう明らかに中国は意識はしていますけれども、アメリカ側につくと思いますけれども、香港の場合はちょっと、韓国の場合はどうかちょっと分かりませんね。で世界の意見を代表できる措置にしたいと言っていったとトランプ言ったんですけど、世界の意見を、自由主義国の世界の意見ですね、で面白くなってきそうだっていうのは、これ入れたからという、今の G7 が意見もまとまらないのに加えてですね、さらに11カ国になったところで本当に対中国との構図ができるのかというとできないんですね。トランプが何を考えているのか僕もちょっとよく分かりませんけれども、 G7 そのものではどうも世界を代表した意見にはならないというのは事実ですね。まあ、難しいところですね。でここに中国入れちゃったらもうまた何なんだかわけ分かんなくなっちゃうところもありますね。でトランプは当初、彼の保有しているゴルフ場で開催しようとしたですね、なんだっけ、パララララーゴとかなんかありましたよね。参加者をびっくりさせ、国内の政治家からも反感を買った。3月にトランプは G7 のビデオカンファレンスを行い、それはマクロンに要請されたのだが、コロナの危機における西側諸国の協力体制が欠けているという彼の意見だった。その後に開催された外務大臣のビデオ会合も茶番だった。ポンペオがコロナウイルスを武漢ウイルスと言ったので、G7 の意見がまとまらなかったということですね。コロナ、武漢ウイルスに反対する国もありますよね。ドイツなんかそうですよね。イタリアもそうですよね。それぞれ違った視点から。そういう意味で、声明は出せなかった。ですから、コロナ危機でやっぱり確かにですね、G7 が中国やっぱおかしいだろうと、情報隠蔽してるだろうというようなことをトランプは言いたかったわけですね。ですけども、もっとそういうふうなこうしっかりと体制を見直そうと、まあ純粋に考えればその通りですけど、だからといってそのインドとロシアを入れたからといってそれがそういう方向になるかっていうとどうですかね、ならないんじゃないですかね。まあ気持ちは純粋なんでしょうけど、そういうことですね。それからトランプは G7 を拡張したかった。ロシアは1998年にメンバーになったが、クリミア併合契機に外された。フランスとイタリアはこの拡張に賛成だが、カナダとイギリスは反対している。でカナダのトルドーはロシアは国際ルールを無視しているのでその資格はないと言ったと。 G7 の議長は傍観者を自由に選ぶことができる。昨年にマクロンはアフリカの数カ国、それからオーストラリア、インドを呼んだ。だから呼ぶことはできるんですね。しかしイギリスは3カ国、正式な3カ国に、まあ、G11 にするにはメンバー全員の合意が必要だと言い、ロシアは参加国として認めないというふうにイギリスはジョンソンは言ってるんですね。でトランプはですね、 G7 のメンバーを見直そうというのは正しいと、皆さん正しいと思ってるんですよね、マクロンも。で1975年当時6カ国でカナダは1年後に加わって、当初は世界経済の7割を占めていたんですね。オイルショックへの対応ができた。で現在は GDP の 40% だ。2007年9年の金融危機の時には G7 じゃなくて G20 で対応したということですね。でポイントは何かと言いますと、トランプの言うとは G11 もしくはブラジルを入れて G12 にして中国を抑え込もうと考えているわけですね。しかし中国の弟分であるロシアはその考えに同調しないだろう。さらにね、インドも同調しないと思いますね。
中国、インドはですね、カシミールで今、対立していると言いますけどね、あれはね、茶番ですよね。実際にはね、インドと中国は経済的にもう切っても切れない状況にあるんですね。だから、インドも同調しないと思いますね。さらに世界経済の運営委員会を目指そう、運営委員会としての G7 を、G11 を目指そうとするのであれば、中国も入れないと経済的には見合わないということになりますよね。ただ G7 が民主主義の下での強力な仲間意識を持つ組織であるとすればですね、で今回のパンデミックの対応を見ると、オーストラリアと韓国はまあうまくやったので参加する価値があると。問題は最近トランプが、この問題はですね、トランプはこの組織と馬が合わないということなんですよね、トランプ自身が。で、2年前カナダでの会合の時、声明文からアメリカの名前、トランプの名前を外したんですね、トランプが声明文に賛同しなくて。次回でどうなるのだろうかと、9月に予定してるんですけど、まあ、G7 が G8 になって、G11 になってもですね、G12 になっても、多分ですね、また声明は出せないと思いますね、ぐちゃぐちゃになっちゃうと思いますね。今回、9月に会合って何が課題かって言ったら、香港もあるでしょうね、それから米中の貿易戦争に対するその G7 とか G11 の反応ですね、中国をどういうふうに対応するかとかですね、そういう議論したところで、トランプがこういうふうなことを、彼はいつもですね、言い出すことはとしては、理論的には僕は正しい、彼の意図は正しい、要するに世界の民主主義国の主だったところを集めてですね、お互いその同じ志を持った連中が議論できるようにしよう、で力持ったやつを全員集めよう、民主主義国のね、世界経済っていうと中国入れないとダメですけど、それでもってそのどういうふうにこうするかっていうふうな、それもね、分からなくはないですけどね、どうなんですかね、そういう意味ではそのアメリカは世界のその経済でも軍事でもリーダーシップを取らなくなった段階でですね、やっぱり世界をまとめていくって、同じ方向に持っていくっていうのは無理かもしれませんね。同調できないとか、国連そのものがね、今言った常任理事国が中国とロシアとその他と分裂してますしね、同じ方向に持っていくってことはできないっていうのが今の現状ですから、これが G11 になったところでですね、なんか進展があるのかっていうと、私はないと思いますね。それよりかやっぱりですね、トランプが今、例えば WHO を脱退する、で15の国連組織のね、カフ組織の中で4つも中国がトップの座を持ってる、でそれがやっぱおかしいですよね。やっぱり政策的にその今の体制をどう作り直すのか、WHO の体制をどういうふうに持ち直すのかっていうことを、やっぱりアメリカはですね、そういうことに責任を持ってですね、関与していくべきでしょうね。こういうふうにその別の組織にそれを考えようとかいうふうにしてもですね、今の、国連の延長線上に結局ロシアもインドも反対して声明文出せないとかいうことになってしまうし、ヨーロッパに対してすら意見がまとめられないっていうね、で、そういうことですね。今回トランプがですね、やっぱりこの間の黒人のね、暴動を契機に人気が落ちていきました、落ちていっちゃったんですけれども、いやー、これで9月にその G11 やったところでですね、彼がそのリーダーシップを取り戻せるとは到底思いませんね。ですから、考え方はね、方向性は僕はいいと思うんですけど、でもその G7 に期待するってことが、どうもできないんじゃないかなというふうに思います。だからその世界がそのあるべき方向性、例えば今回のパンデミックで足取りが乱れたっていうのであればね、やっぱり WHO をどうするかってことだと思うんですよ。だそういうふうなこう国連の下部組織をどういうふうに立て直すかってことを、もっとアメリカもキーパーソンを送ってね、もちろん日本もですけど、送ってそれをしっかり立て直すってことを、ほころびをどう直すかっていうことでしょうね。噂では WHO に代わる組織をトランプが考えているという噂も聞きますけど、
まあ、ナンセンスですね。今回のそういう意味では G11 も、ある意味では、まあ、彼も読んでるのかもしれませんけれども、まあ、うまくいかないでしょうね、というふうに思います。で、今日はそういうことで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。